花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました金尾義郎の音楽魂、今日もね、楽しくやってまいりましょう。まずは松下としみさん。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。桜田武さん。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。どうもどうも、いかがですか。指どうしたのそれ。指ちょっとね、いきなりは ひび割れで、そこら辺があの、なんていうの、ひび割れて、あ、皮膚ね。そうそうそう、骨じゃないよね。びっくりした、人差し指の骨がひび割れ入った。ひび割れがちょっと、肌のひび割れが。あ、肌のね。肌のひび割れ。俺さ、右腕の手のひらっていうかね、人差し指とさ、中指の間、腱鞘炎になっちゃって。あー、辛いですよね、腱鞘炎ね。これ、固定できないからさ。もう一月ぐらい痛いのよ。でも使うと治りが悪いんだよね。そうだから、でもさ、あの昨日ちょっと包帯かなんかしてたんだけど、あれ固定するとなんか痛みがこう半減するよね。そう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 、ね、僕は昔手首やったんですけど、うん、もう完全にも固定して、うん、ねえ、体の不調から入りましたね、うん、今日もね、今日はね。ということでね、幼虫年のね、今日は金玉ということでね、はい、あの滑舌よく参りましょう。ということで、まず先週ね、実はね、このリクエスト後でやりますが、はい、あのセリカさんがゲストにね、あの来ていましたので、なかなかちょっとあの深く詳しいことをちょっと目を通すことができなかったんですけども、これ福岡県のですね、あの、若宮町、のね、あのカナダさんっていう方からね、あのリクエストいただいて、風の中で盾がありましたが、はいはいはい、これはね、僕、西日本新聞とかでね、僕のことをちょっとご紹介して、その記事を見て、ご活躍びっくりしましたっていうことでね、いろいろ、で、うちの母親とか父親とか兄貴のこととかもちょっと書いてあったんで、そこら辺はちょっと流して見てたんですけども、よーく見てみると、父親の、大親友のお寿司屋さんだったのよ。大親友だった。うん、だから、うん、そうそうそう、ちっちゃい頃からね、よく行って美味しいお寿司をね、うんうん、食べてたとこだったのよ。辰巳寿司って書いてありますよ。辰巳寿司。CD を送ってくれって書いてあったんですよ。そうそうそう、すいません、もう、今日、明日からね、実は沖縄行きますが、早速ね、送らせていただきますのでね、よろしくお願いいたします。このリクエストもね、後でお答えしましょう。で今日はね、前にねリクエストいただいてた、できなかった曲、道から行きましょうか。ちょっと重いかな。道から入るっていうのはちょっと第一弾道からっていうのは重いかもしれませんが、行ってみますか。道のリクエスト結構ね、前から来てたんですけど、やりますか。消えてゆく
はい、1曲目金尾四郎の道ご紹介いたしました。どう重い？いやいや、これ一番きついです。一番きつい、一番きついの金尾さんのコーラスで。ああ、そう、一番きついですよ。僕もこれ一番きついんですよ。もう一番きついぐらいのやつからいきましょうよ。前向きに。これみんなきついよね。きついね。緊張感がやっぱね。ああ、そう。なんかあるね。なんかあるよね。ヘラヘラできないもんね、この歌詞がね。ああ、そうですか。重くてって言われても、なんかファックス来ましたか。はい、ありがとうございます。続々とね、生放送ですけどもですね、ファックス来ますけどもですね、じゃあ松下さんの方からいきなりちょっとご紹介いたしますか。はい、ミキさんからね。あ、博多のミキさん。はい、マイクちょっと近づきましょう。いいですか、はい、はい。皆さん、こんにちは。こんにちは。雨が降ったりやんだりの博多です。あ、そうなんだね、今ね。こっちもちょっと天気悪いからね、今から降りそうな感じですね。涼しいのは良いけど、うん、そういえば夏の前に梅雨があったって思い出されています、うん、そうよ、確かに梅雨があるんだよね。忘れてたね、忘れたよね。先週のセリカさんも良かったですね。はいはい、はい。嘘のない音楽はやっぱり心に響くもんだなって感じさせてもらいました。嘘のない音楽っていうのはいいね。俺嘘つきインディアンって言われてる。動画を見て、いっちゃん後ろに控えてた桜田さんがレアでしたね。なんだそれが。レア。あ、そうか、メッセージがね、多かったからね。が4人いましたからね。はいはいはい、すごい入ってましたね。入ってましたね。10人いましたね。お客さんもいましたね。10人いましたね。ね、そうそう、湘南大でしょう。はい、お楽しみ様でした、はい。ありがとうございます。楽しまれたことと思います。うん、はい。あれだけのイベントを成功させるのは本当に協力する人がたくさんいらしてのことだと思います。そうだね。本当にすごいですね。本当に中華三番のね、牧野ひとみさん。ひとみさんがね、はじめね、スタッフの皆様ね、本当お疲れ様でした。ね、素晴らしい60組ぐらいですかね。はい。まあ、エントリーっていうか、はい、ね、出ましたけども、いろんなところで大盛況だったらしいですね。そうですね、うん、大盛況でね、ありがとうございました。楽しみました。はい、実はオイラも今度ある方から頼まれて、うん、生まれて初めてライブを、うん、企画、これ何、企画じゃなくて企画、企を買う、うん、企画だな、間違いかな、やばいな、俺、企画することになりかな、改めて主催するって大変だなって思ってるところなんで、余計にその何ここにあるじゃないですか、主催するって大変だなと思ってるところなので、余計にその凄さを感じています。でもやると決めた以上は一生懸命に頑張りますけど、今週は金玉ですね。午後のひととき、ゆたーっとした時間になりそうですね。はい、とはいえ、こちらはまたも地獄の筋トレ中ですけど、頑張ってますね。頑張ってますね。筋トレね、なんかだいぶ体も絞れてきてるみたいでね。そうそうそう。リクエスト、カナオさん、Still I Love You。Still I Love You。あ、Hold Me Tight。だけど何でも OK です。これは今日はもう楽しみですね。あ、じゃあ、せっかくなんで。ね、せっかくなんで、言いますかね。今ね、カナオさんちょっと老眼鏡を取りに行って今戻ってきましたけど、その間に、ミキさんからのね、うん、リクエスト Still、うん、I Love You、 おうおう、Hold Me Tight だけど何でも OK だけど、うん、私昨日ね、実はね、うん、Still I Love You っていうのはほら、ね、柳葉さんの歌でしょ、はいはい、見つけました、 CD をネットで、ネットでね、あったんだよね。ありました。で、購入しました、私。素晴らしい。素晴らしいでしょ。これは。これ聞いてみない？私、柳葉さんの。ちょっとちゃんと説明し。聞いたことないもんね。これはね、うん、僕が、まあ、作詞作曲した曲なんですが、これ、柳葉さんの、君の名はっていうタイトル。君の名はっていうタイトルのね、アルバムなんですけども、これが Still I Love You なんですよ。なんですね。これ、サブタイトルが Still I Love You になってるのね。はいはい、これよくあったね。ありました、やっと見つけたの、ずーっと探してて。これ柳葉敏郎さんのね、この中のね、曲っていうのはいろんな人が、まあ、作詞作曲してらっしゃるんですけども、中村祐介さんとかもね。あ、祐介さんも。もちろんもちろん、それでいろんな方がね、作詞作曲、このアルバムの中で作詞作曲してますがですね、僕の曲がシングルになりましたね。いやー、やったいやいや、これシングルカットね、されたのが、まあ、君の名はっていうね、タイトルで。これいろんな方、中村祐介さんとかですね、編曲が戸塚さんですね、戸塚治虫さんっていうね、方が、やられてますが、まあ、本人、ご本人もね、柳葉敏郎さんご本人も、これで、作詞作曲とかっていう、
曲もたくさん入っておりますね、これね。ね、これぜひ聴いてみたいでしょ、皆さん。いや、それはちょっとやめとこう。え、聴きましょうよ、お願いします。どんな感じか聞いたことないもんね。マジですか。話には聞いてるけど、ね、触りだけでもせめて ね。あ、じゃあちょっと中の音もいただいてですね、じゃあ聞いてみますか、はい、柳葉敏郎さんが歌っています。君の名は Still I Love You。ということで、Still I Love You、博多のミキさんのね、ご紹介しました。柳葉敏郎さんが歌う、君の名は爽やか、爽やかだね。意外になんかね、爽やかでいい歌じゃありませんか。いい感じじゃないですか。いい歌でしょ。いい歌ですね。誰の歌なの。誰の歌なんですかね、これね。すごいでしょ。いい歌だわ、まあ前の話ですけども、よくあったねこれね、CD、見つけたね、もうね、本当だいぶかかって、そうですか、見つけましたよ、やっと、ということでね、かかってないね、まだかかってますか、かかってないですね、ということでね、はい、柳葉敏郎さんのね、うん、歌う君の名はっていうねタイトルだったんですね。サブタイトル、Still I Love You、渋いタイトルね、君の名は、なんか映画、昔映画みたいなったよね、君の名はっていう ね、まあこういうのも、よく持ってきたね、あなたね。いやいや、もうね、
ちょっと前探した時はなかったもん。あ、そうですか。昔のってないものね。ないですね。アナログ、僕がデビューの頃は、まあ、アナログなんでね。それ、須賀川の方とか持ってるんですよ。レコード版ね。レコード版をね。僕の友達も金沢さんのレコード持ってますよ。うっそ。マジで。すごい。俺持ってないんだけど。貸して。宮原さんという友達がいるんですけど。偶然っていうか、ね、そう言ってたね。この間までちょっとお話しして。あ、はい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 。そうでしたか。ありがとうございます。僕の方もね、お便り来てますね。ご紹介いたしましょうか。皆様こんにちは。こんにちは。過ごしやすい天候ですねというね、金尾一郎さん投げ銭 FM 音中、これはね、チャーリー佐藤さん、が、から来てますね。今週はハラミをタレでいただいている私。何これ何焼肉だね、ハラミ。健康的な生活で、金玉を聞いています。もちろん週に2回は明神の湯にも必ず行っておりますって。これ健康的になったね、佐藤さんもね、チャーリー佐藤さんもね。やっぱりね、いいでしょう。僕も大好きですよね。まあ、疲れが取れるしね、いいんじゃないですかね。必ず言っておりますっていうね、明神の湯に。さて、個人的な話で恐縮ではありますが、6月14日の放送はマニラで、聞くこととなりました。あ、マニラ、マニラ行かれるんですね、フィリピンに。そうそうそう。また同日は竹本さんともお会いすることとなりそうですということでね、フィリピンにもまあ僕の友達が今住んでて、そう、元、マネージメントやってる、だったら今、フィリピンに住んでますけどもね、チャーリー佐藤さんもね、フィリピンの方とね、縁が深いっていう、縁が深いっていう、ね、向こうでもね、お楽しみいただきたいと思います。これはね、全世界、リアルタイムに、聞けますのでですね、フィリピンでも聞くことができます。マニラでもね、聞くことができます。よろしくお願いいたします。本日のリクエストは、はい、ファニーエンジェルの B 面。東京トナイトの B 面。ファニーエンジェルです。よろしくお願いいたします。今日、3万円来ておりますけどね。後ほどにね、順番としてはですね、どうしましょう。福岡県のですね、宮田町、先週リクエストありましたけどもですね、若宮市の宮田町のね、辰巳寿司の金田さんのリクエストをお答えしましょうか。はい、風の中で立っていきます。はい、どうしよう。ちょっと、ストリートラブユーの後歌いづらいね、なんかね。ストリートラブユーもね、なかなか覚えやすい曲じゃ覚えやすい曲だと思いますよね。とてもいい曲だと思います。じゃあ、福岡県金田さんのリクエストにお答えしましょう。風の中で立て。
はい、金尾芳郎、風の中で立て、お届けしました。これは福岡県若宮市宮田町のですね、金田さんのリクエストにお答えいたしました。これ先週のリクエストでしたよね。ということでですね、曲を言ってますが、松下さんの何か来てますでしょうか。お便り、はいはい、こんにちは、うん、こんにちは、私大阪の聖子でございます。聖子さんね、聞いてますよ。ありがとうございます、はい、リラックスして金尾さんの、声に元気もらってますので、うん、今日も気持ちの良い日を迎えて嬉しいですね。 ありがとうございます。金尾さん、としみさん、桜田さん、キキさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。先週は大変、大勢でスタジオに参りまして、うん、お騒がせいたしました。まさに金尾だまし、じゃあ金尾祭りでしたね。金尾祭りね、金尾祭りでしたね。皆様の優しさに感謝しか浮かばないです。ありがとうございます。感謝しか浮かばないです。ね、先週のゲストのね、セリカさんをご紹介していただいたのは大阪のね、聖子さんだったですけどもね、はい、いろんなね、つながりをですね、つながりがまたできました。ありがとうございますね。はい、私は飛行機でラジオ終わり、に帰るはずでしたが、そう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 、朝から金尾さんやとしみさんにはお世話になりっぱなしだと自分で女が、したるでしょう、友達友人になと聞くと、あ、うん、関西弁ね、言うやろうと思ってましたよ、うん、せっかくの機会を見逃すわけにいきません。サプライズゲストは全く知らずに、後でびっくりサプライズゲストに感動して、飛行機を蹴った代償はついてるついてるでした。これはね、説明しますと、うん、その終わってすぐ帰る予定だったのが、うん、私たちのライブにね残ってくれたんですよ、はい、そしたらなんとビッグなゲストが、菊田俊介さんも遊びに来てくれて、はいはい、初めてそこでライブね参加してもらったの見たので、ね、大興奮状態で、今ちょっと前後のと文章がつながりませんけど、ですよね、ね、すごい喜んでもらってね、はい、そういうサプライズがあってね、よかったですね。聖子さんもね、楽しい奇跡的なライブに参加できましたことをありがとうございました。そうですね、ありがとうございます、ね、呼び下で掛け声よしろすみません。よしろコールでね、よしろコール、揚げ玉勉強になりました。替え玉だと思います、ね、この場で謝ります。またまた皆さんで不良中年歌いたいですね。最近アンコールがね、替え玉コールになってるね。替え玉ね、面白いことは不良品にならないように今日も頑張ります。さすが大阪ですね。大阪ですね。聖子さん、ありがとうございました。ありがとうございます、ね、お世話になりました。いろいろでね、楽しかったね。楽しかったね、うん、うん、そうそうそう、ということでね、曲松下さん行きますか。チャルミラ蕎麦屋、ちょっと待ってくださいよ、うん、行きましょうよ。準備がね、いろいろありますか。いいですか、はい、皆さんお蕎麦はいかが。同じチャルメラ娘、町から町へと細々ながらも楽しいチャルメラ蕎麦屋でござる。おっさん大仕事When they're driving down south.
王様。はい、お粗末でした。はい、チャルメラそば屋ちょっと、ね、そういきなり始まるからね、この人の方で、ね、いや息を整える間もなく始まっちゃうからね、準備が。あ、そうですかね。そうでした。あ、そうでしたか。すいませんね、気持ちが固まる前に始めないでください。ということでね、チャルメラそば屋、これは美空ひばりさんの歌ですけどもですね、ちょっと間違えましたね。いや、僕もちょっとごめんなさいね、間違えましたけど、まあ間違いはね、これいろいろありますけどね。めちゃくちゃ英語でしたね、今のね、失礼しました。難しいよね、結構ね。いや、ちょっとテンポがあるからね、こうちょっとずれるとね、うん、ちょっとこう入りづらい。あ、そうなの。はい、いや、人のせいじゃないよ舌が回らないっていう。なんかさ、カナオさん、ちょっといい、うん、これ、なんか贈り物が届いた。今日ね、先ほどね、忘れないうちに、ここのスタジオにですね、これとも、これお酒ですね。お酒がね、送ってまいりました。これどちら様ですかね、はい、これ、せーの、桃子様。はいはい、桃子様。はい、長男のショーにも来てくれて、鶴見の時にも来てくれてた、九十九里のフラットンも来てくれて、親子フラットンカンティーナもね、いらしていただいた。ありがとうございます。ありがとうございます。九十九里からですね、はい、お酒が届きました。ありがとうございますねえ、これ申し訳ないね、まあ、なんかいろいろいただいてねえ、いただきもね、こうやって、ね、生活してますんですけどですね、別に催促ってわけじゃありませんがですね、それでありがたいことですね、本当にね、うんうん、お酒屋みんなで分けるっちゅうわけにもなかなかいっぱいずつ飲んできますからね、ということでですね、はい、ここのところのね、マジカライブの、じゃあご紹介しましょうか。そうですね、まず私の方から松下さん、はいはい、よろしくお願いいたします。まず6月8日土曜日、明日から沖縄は、それはいいですか。そうですね、明日沖縄行って、明後日がね、これはね、沖縄ライブというよりも、うん、糸満市っていうところで青年の家でね、まあ、子供たちの教育というか、そういう、まあ、講習会みたいのがあって、キャンプファイダー、まあ、ファイヤーみたいなのがね、そこで、はい、アトラクションとしてあるんですけども、そこでちょっと歌わせていただくっていうね。いいですね。ね、いいですね。一緒に行きたいぐらい ね。今回いろんなとこ、まあ、行きたかったんですけども、今回ちょっとね、2日間ぐらいそういうイベントっていうか、うん、催し物があって、まあ、その、青少年のその教育に関することっていうことでね、それはまあ普通のライブとちょっとまた違うんですけどね、行かせていただきます。はい、その後帰ってきて。はい、すぐ戻りましてですね。はい、6月8日土曜日、野毛スモーキーで、投げ銭ライブ。これは6月8日土曜日ですね。投げ銭ライブですね。投げ銭ライブですね。野毛スモーキー。はい、7時半からですね、はい、ギター渡辺武史と松下としみかなうしろということでね、はい、この3人でまた1週間後の15日土曜日、その後15日の土曜日、ね、これは、アビーム2っていう愚明寺にできた新しいお店、ね、アビ2で初めて行くんですけど、ね、初めて行きます ね。これはね、6時半オープンで、これは投げ銭ではなくて2000円プラスオーダーみたいな。6時半オープンですか。オープンですね。オープンスタートが、スタートは、7時半ぐらいからですね、ぐらいですね、これまあ、お店に入れるのは6時半からということで、2000円プラスオーダーということで ね、これは渡辺武史、松下と千見からお会いしろということでね、3人で伺います。これが、6月15日土曜日です。土曜日、アビーム2っていうか、はい、愚明寺ですね。愚明寺ですね。フェイスブックなどでね、皆さんぜひいらしてください。ということでね、そういう感じで、間近はそうですね。で、桜さんの方が、はい、今日なんですけど、まさに今日ね、まさに今日、元町のブルースギターフォーエバーさんで、ブルースギターフォーエバー、はい、新しいお店、新しい、そうタイトルもすごくて、もうお店の中ギターがいっぱい並んでて、あ、本当に、で料理がまた美味しくてね、なんかどっかのシェフだったって書いてます。ヒルトンのシェフだった方が作ってくれて、ワインも美味しいワインいっぱいあってね、わ、いいですね。とっても
いいお店なんですけど、そこで今日、やります、うんうん、それから、6月の、うん7日、うん、南林間ハイダウェイさん、あ、7日、はい、うん、司&桜田、それから、6月の13日、うん日の出町サムズバーさんで、はい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 、サムズバー、司&桜田、うん、それから 6月22日、野毛スモーキーさん、うん司さんと桜田、うん、それから6月の29日、うん湘南台3番さん司さんと中華3番、ね、はい、中華3番さん、はい、ということでね、6月のスケジュール、はい、あれですけども、さて、もうそのあれですね、あの音楽魂ライブもね、あと7月ぐらいに、ね、なります。1ヶ月迫ってまいりました。これは7月の2日、ドキドキ、久々にですね、汐留ブルームードということになります、はい7月の2日ですね、これがね。はい。あの、ご予約もね、あの、まあ、いろいろいただいてね、いるみたいで。そうそう。もう、あの、あの、清野さんも予約されたと。そうなんですか。ありがとうございます。お待ちしてます。お待ちしております。これはね、あの、諸岡賢治、はい、あと、町田健介、はい金上志郎っていうね、あの、はい、男臭いさんにですね。あと、まあ、バンドのね、あの、一応、ドラム工房鈴木さんとギター渡辺武史、はい、それで桜田さんも、いらしてですね、あと、赤井浩二郎くんベースということでね、はいはいこれはちょっと趣向を凝らしてね、あの、やりたいと思います。まあ、一部二部ちょっとあって、あの、間、少しありますけどもですね、あの、お楽しみいただきたいと7月2日、久しぶりの汐留ブルームード音楽魂ライブというね、はいこれ原点であります音楽魂ライブ、あのね、なんでかというと、うん、あのホールとかいろいろできるじゃない、はいはい、で僕ね、音楽魂ライブってね、やらせていただいたのは汐留ブルームードが最初で、はい、やっぱりね、あのちょっと休んでたんだけども、やっぱご縁があってね、そういうところでね、やっぱりこう続けるっていうのは一つのね、ものがあるかなと思ってね、はい、うん、もう一回ね、やってみようっていうことでね、また、改めて、頑張っていきますので、よろしくお願いいたしたいと思います。はい、ます皆さんぜひ来てください。じゃあちょっとダラッとやろうか、ね、オーバーワークでも、オーバーワーク、はい、ダラッとちょっと気張りすぎたからねいきますよ、ワン、ツー、スリー、眠ってるのにどうしよう、
はい、オーバーワーク、金丸四郎でお届けしましたけどもね、メールが来ましたね。お、メール来ましたか。スタジオの皆さん、いいですか。はい、はい、いいですよ、はい、スタジオの皆さん、こんにちは。先週の湘南台お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご出演ありがとうございました。おかげさまで今年は入場者数を、更新しました。また募金の方も大勢の方にご協力いただき合わせて本年申し上げます、はいはい、湘南台フェイスブック公式投稿時間がかかっておりますが、はい、金尾さん、司桜田さんもアップさせていただきますので、はい、今しばらくお待ちください。はい、お便り間に合えば鈴木雅之、鈴木雅之さんね、実行委員でしたからね、はい、前年からカメラマンのね、鈴木雅之さん、お疲れ様でした。それで本当にね、スタッフの皆さんはね、朝からね、大変な暑い日だ、そうですね、暑かったのよね、あの日ね。だけどもね、本当にお疲れ様でございました、うん、お疲れ様でした、本当。まあ、ああいうことでその町全体がね、その活気づくというかね、賑やかになることは いいですよね。最初ね、俺やかましいってクレーム来たからね。あ、最初の声がね、いやだってさ、そうそうそう、俺歌おうとしてたらいきなり来たのね。いきなりもうクレーム来た。その前のボブさんがサックス吹いてた時もう来たの、もう来たんじゃなかった。あ、本当、僕の時に来たのよ。あ、そうでしたっけ。そうそうそう、それでこれから閉めて。あ、そうね、ドア閉めたんだよね。騒ぐようにやったもん。そうそうそうささやくように。いや、でもそういうまあ騒音とかね、そういうのもね、うん、ちょっとまあそういう問題も大変、防音してあるわけじゃないからね。そうですね、ね、マイク、まあ、生で歌うんだけども、うん、生で歌ってやかましいって言われたらどうしようもないからね。そうですよね。俺ロンドンでも言われたもん。ロンドンでストリートやってて、それで近くにレコード屋さんがあるのよ、うん、でもその親父がさ、結束開いてバーって来て、他人は聞いてくれてんだけど、うん、でそのギターのケースとか置いてたら、こう僕要するに投げ銭をしてくれてたのね、うん、そしたらおじさんが来てさ、やかましいって言うわけ、うん、で生で、その時も生だったからね、うん、生歌がやかましいって言われてもね、うん、ちょっともうちょっとやかましいって言うとね、あれですね、うん、言われましたよね。来てますけど、あ、もう一つ来てますか。ご紹介しましょう。いいですか、はい、ご紹介しますね。あ、今日たくさんありがとうございますね。ファックス、メールですかね。はい、はい、こんにちは、はい、毎度松戸のまっちゃんです。あ、本日は曇り空を吹き飛ばす勢いで金玉楽しませてください。あ、ありがとうございます。先日の湘南台でしょ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。家庭料理純ちゃんでのライブ、マイクなしのパフォーマンス、うん、演者と客の一体感は、うん、圧巻ですね。ドアを閉めないと苦情が来る、納得しました。遠くからもたくさんの方がいらして楽しかったです。ありがとうございます。本当に石川側からもね、プカプカのマスターソソさんもね、金一さんとか松井さんとかもね、来ていただいて、遠くからもね、九十九里もそうだし、はい、ですしね、福島からもね、はい、来ていただきまして、ありがとうございました。改めてね、感謝いたします。本当にね、皆様お疲れ様でございました。まあ、うん、打ち上げ盛り上がってね、楽しかったね。美味しいお料理と、うん、初めてあそこで、そうそう、打ち上げ初めて参加ですよね。そう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 、で、なんかああやって皆様とそのちょっとお話しする機会もね、あるっていうのはいいですよね。なかなかほらライブの時ないじゃない。そうですよね。なんか慌ただしく帰んなきゃいけなかったりとか、いろいろありますからね。楽しかったですね。ということでね、あっという間のね、1時間がまだありますね。なんか言うことなかったでしたっけ。いや、俺なんかね、言うこと忘れてるような気がするな。ちょっとそんなね、うん、話がないんだったらね、私、これも宣伝させてください。これってラジオで言っても分かりませんけど、何ですか。今度はこの前ね、菊田俊介さんが、ほら、菊田俊介さん、はいはいはい、今度ね、今月の28日、こっちマイクで言わないと、はい、あ、もう聞こえてるでしょ、うんうん、いや聞こえてない、うん、言って、ね、うん、ブルースサミットって言って、インターナショナルブルースサミット、うん、ね、台湾からのドラムのダフと、フランスからの
エル・ホセっていうギタリストと、それで菊田俊介、うん、あと片野篤で、うん、ブルースセッションをやります。ぜひ来てください。これはセッションですか？セッションというかブルース、ルースター本店でやります。荻窪ルースター本店、はい、セッションというか、まあブルースサミットって名前つけてますけど。あ、そうなんだ。はい、ライブですね。あ、よろしくお願いします。これ6月28日にね、やりますね、はい、19時からで、スタートが20時からということで、はい、荻窪ルースター本店ということでね、世界はブルースでつながるというね、そうね、インターナショナルがね、そうですね、インターナショナルブルースサミットっていうタイトルですね、はい、菊田俊介さん、ね、でこのその前にね、この番組ゲスト入ってますね、この日に来ます、だからこの日ね、26月28日ゲスト菊田俊介さん決定してますね、はい、まあ、本人からね、また後、そうですね、ということでね、なんかピンポンって俺さ、これおかしいな、音消してんだけど、なんでこんなんだろう、結構大きい音ですね、金さんのね、いや消してますけど、これ消えてないのこれいいんじゃないですか、後で、まあ、ということでね、リクエスト来ました、ね、佐藤さんのリクエストに最後に お答えしましょう、ファニーエンジェル、うん、ファニーエンジェルお答えしましょうか、チャーリー佐藤さんのね、リクエストにお答えしましょう、ファニーエンジェル、うわあ、違う違う俺からだよね流す。
はい、ということで、パニーエンジェル佐藤、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました。ということでね、あっという間の1時間ですけどもですね、来週のゲストはね、アリバダっていうね、あのバンドでしたっけ、ちょっと写真じゃなくて、紹介してください。あ、アリバダ紹介してくださいって私に言われても困るな、うん、お楽しみいただきたいと思います。本日のゲストは、はい、桜田武史でした、はい、町田俊美でした。ね、金尾志郎でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 羽織は菜の花が辺りを埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、白姿優しいあの人は。